ブプリンスドームです。松山対五所川、この一戦をお送りいたします。さあ、まもなくプレイボールです。さあ、注目の立ち上がり、トップバッターは立浪。背番号14、第9、投げました。初球空振り、少し迷ったか。第2球投げました、危ない球。第3球を投げた、ストライク。ワンボールツーストライク、追い込んでいます。第4球はインコース低め、ボール。はっきりしたボール球、カウントは2ボール2ストライク。流し打ち、投げた、打ちました。ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。第9球外れた、ボール。第2球投げた、直球見送ってストライク。第3球カットボールはボール、アウトローへ、わずかに外れました。カウントは2ボール1ストライク。投げた、決まってストライク。第5球投げた、打った、センター前進、スライディングキャッチ、ファインプレー。これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番島。第9球ボール。第2球投げました、外角高め、空振り。投げました、ボール。カウントは2ボール1ストライク。第4球を投げました、空振り。さあ、投球は5球目、投げました、打ちました、ファールボール。第6球を投げました、打ちました、ファール。さあ、7球目投げた、打ちました、ヒット。ボールが点々と転がっている、レフトからセカンドへ、島ナイスバッティングです。さあ、ツーアウトから先制のランナーが出ました。打った、流し打ち、ファールボール。投げた、打ちました、いい当たり、センターへの打球、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。一塁ランナー島残塁に終わりました。五所川この回無得点です。1回の裏、松山攻撃に入ります。投げた、ストレート見送ってストライク、いきなり152キロ。初球ストライクから、第2球投げた、打ちました、ピッチャー横のフライになりました。平山余裕があります。マウンド前方掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。投げた、低めストライク、まずは入れてきました。第2球打った、大谷ボールを掴んだ、ショートから一塁送球、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。投げました、初球空振り、重そうなストレート。1球目空振りから投げました、打った、堀バックしていった、ボールは中継、いいバッティングを見せました。さあ、ツーアウトから先制のランナーが出ました。初球空振りから、第2球見送ってストライク、これで追い込みました。第3球危ない球、ファーストランナーをちらっと見て投げました、150キロ直球、空振り三振。1回の裏が終わりまして、五所川同じく立ち上がりを無得点に抑えています。2回の表、五所川攻撃に入ります。先頭バッターは指名でした、玉井。さあ、次の投球投げました、決まってストライク。投球はこれから3球目、見送ってボール、カウント1ボール2ストライク。
第4球を投げました。打ちました。センターへのフライだ。センター前にスライディングキャッチ。ファインプレー。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番堀井。第9球投げた。ストライク。第2球投げた。完全に外れた。ボール。カウントワンボールワンストライク。第3球はボール。これは完全なボール球。カウントはツーボールワンストライク。投げた。打った。いい当たりだ。ボールはライナーでライトへ。掴みました。これでツーアウト、ランナーありません。左バッターボックスは7番若松。投げた。アウトロー際どい球。ボール。第2球投げた。まっすぐ見送ってストライク。投球はこれから3球目。縦のスライダー。ボール。インコース低め。カウンターツーボールワンストライクです。投げました。これは引っ掛けた。フラフラっと上がった。掴んで、これで3アウトになります。五所川原、三者凡退に打ち取られました。2回の表が終わって五所川原無得点で終了です。2回の裏、松山攻撃に入ります。低め見送ってストライク。いきなり152キロ。さあ次の投球、投げました。ストレートはボール。アウトコース低め。カウントワンボールワンストライク。投げました。見送ってストライク。追い込んでいます。第4球はボール。完全なボール球。カウントはツーボールツーストライク。第5球投げました。打ちました。徳島取った。一塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番。投げました。初球外れてボール。第2球投げた。外角低め。見送ってストライク。第3球を投げた。3球目ストライク。追い込んでから投げた。打った。ボールはライナーでライトへ。取りました。これでツーアウト、ランナーありません。第9球投げた。初球空振り。1球目空振りから。第2球投げた。見送ってボール。カウントはワンボールワンストライクです。第3球を投げました。3球目ストライク。ワンボールツーストライク。追い込んでいます。さあ4球目ボール。カウントツーボールツーストライクです。次が5球目投げました。ボール。外へ。カウントスリーボールツーストライクです。第6球を投げました。高め。空振り三振。平山3安がうなります。最後は空振り三振で打ち取りました。2回の裏が終わりまして0対0、両チーム無得点で3回の表、五所川攻撃に入ります。先頭バッターは松尾。1球目ストレート空振り。タイミング合いません。投球これから2球目。カットボール見送ってストライク。これで追い込みました。追い込んで投げました。外れた。ボール。カウントワンボールツーストライク。第4球を投げました。変化球。空振り三振。右バッターボックスは9番徳島。第9球投げた。見送ってストライク。第2球投げた。低め。カットボール外れてボール。大きく外れました。カウントワンボールワンストライク。投球は3球目投げた。打ちました。追い込んでから投げた。打ちました。右中間へ持っていきましたがヒット。徳島ナイスバッティングです。さあワンアウトから先制のランナーが出ました。打順は1番に帰って立浪。第1打席はショートフライに倒れています。肩越しにランナー見た。一塁へ一つ牽制球を送りました。さあ次の投球低め。ボール。わずかながら外れています。
カウントワンボールワンストライク。第3球を投げた、見送ってボール。カウントはツーボールワンストライク。第4球を投げました、打った、ライトへ飛んだ、ライト前に出る、ヒットになります。立浪いいバッティングを見せました。松山先制のピンチを迎えます。さあこの勝負でゲームの流れを引き寄せるか。松山外野は浅めの守備を取ります。第2球投げました、ストレートはボール、インハイへ、カウンターツーボール。投げました、見送ってストライク。投球これから4球目、流し打ち、どうだ、二塁送球、二塁フォースアウト、アウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。見事に流れを断ち切りました。松山このまま勢いをつけたいところ。3回の裏、松山攻撃に入ります。投げました、初球サークルチェンジ、空振り。初球空振りから投げました、ボール、これはわずかに外れています。カウントワンボールワンストライク。投げた、ボール、カウントはツーボールワンストライク。第4球を投げた、直球ストライク、インコースへ、重そうなストレート。次は5球目、投げた、あっと引っ掛けた、堀井交代。サードグラウンド、ボールをつかみました。第9球外れた、ボール。投球これから2球目、外角見送ってストライク。第3球スラーバーストライク。第4球は147キロ直球、空振り三振、ボール球で仕留めました。投げた、インコースいっぱい、ストライク。まずは決めてきました。投球これから2球目、決まった、ストライク。さあ2ストライクと追い込んだ。第3球を投げた、1球外してボール、カウント1ボール2ストライク。次は4球目、投げました、打った、痛烈な当たり、クリーンヒット、ナイスバッティングです。さあ2アウトから先制のランナーが出ました。バッターは2番、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。さあ次の投球、ストライク。ファーストランナーをちらっと見て、第3球を投げました、スラーバーボール、カウントは2ボール1ストライク。次は4球目、ストライク。さあ5球目、打った、次は6球目、投げました、打ちました、ヒット、一塁ランナー二塁を回った、ライトからセカンドへ、いいバッティングを見せました。五所川原先制のピンチを迎えます。第9投げました、ストライク、いきなり153キロ。第2球、2球目ストライク。第3球を投げました、見送ってボール、カウント1ボール2ストライク。さあ4球目、インコース引っ張った、レフトの左、これはヒットになります。レフトからセカンドへ、松山2点入りました、2対0、タイムリーツーベースヒット。五所川原なおもピンチが続きます。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。決まってストライク。
セカンドランナーちらっと見た。投げた、決まってストライク。これで追い込みました。第3球内角高めいっぱい、見逃し三振。平山3球で仕留めてみせました。五所川はこの回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは3番島。第2球投げた、ストライク。簡単に2ストライクと追い込んだ。第3球を投げた、インハイ際どい球、ボール。カウントは1ボール2ストライクです。投球これから4球目。膝元空振り三振。まずは先頭バッター三振に仕留めました。初球見送ってストライク。第2球投げた、ボール。内角低め、カウントは1ボール1ストライクです。第3球を投げた、危ない球。第4球を投げました、打ちました、いい当たり。ライトへのフライだ、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは DH の玉井。第1打席はセンターフライに倒れています。初球を打ちました、フラフラっと上がった。ピッチャー落下点、取ってこれで3アウト、チェンジ。五所川クリーンナップを三者凡退で抑えられてしまいました。4回の表が終わって2対0松山2点リードは変わります。4回の裏松山攻撃に入ります。最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。第2球投げました、内角高め見送ってストライク。軽く追い込んでまいりました。第3球を投げました、ストライク、空振り三振。平山見事なピッチングです。バッターは6番。第1打席はライトフライに倒れています。第2球投げました、ストライク。第3球を投げました、打ちました、ファールボール。追い込んで投げた、ボール。わずかに外れました。カウント2ボール2ストライクです。次は5球目投げた、打ちました。一塁線いい当たりですが右に切れていきます。見逃しの三振。バッターは7番。今日の第1打席はスイングアウト、投げた、初球打った、左中間のフライ、取りました。これで3アウト。平山三者凡退、無得点に抑えています。4回までが終了しまして2対0松山、スコアボードに0が入り、バッターは代打レッドスターに代わりまして、レッドスター、背番号27。投げた、顔の前通過。第2球投げた、変化球ストライク、アウトコースへ、タイミング合いません。第3球を投げました、完全に外れた、ボール。カウンター2ボール1ストライクです。第4球を投げました、打った、レフト左へのフライですが取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは7番若松。第1打席は内野フライに倒れています。投球これから2球目。カットボールはボール、強気で攻めてきます。カウント1ボール1ストライク。第3球を投げました、3球目ストライク、追い込んでいます。第4球は147キロ直球、空振り三振。バッターは8番松尾。スタンドからは必死の声援が続いています。第2球カットボールはボール、外角高め、カウント1ボール1ストライク。投げました、空振り。さあ次の1球が最後となるか。第4球を投げました、アウトロー、空振り三振。見事な完封勝利、松山2点差で逃げ切りました。勝ちました。本日の勝ち投手、負け投手、平山。さあ本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。ご覧いただきました一戦は2対0
松山2点差で勝ちました。対戦投手は平山、実況担当は堂前秀夫で西武グリーンストームからお伝えしました。最後までご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらチャンネル登録をよろしくお願いします。動画のアイコンや概要欄のリンクからチャンネル登録できますので、登録、高評価、コメントお待ちしております。明日の動画でお会いしましょう。ウカでした。レイでした。またね。またな。